2011年チリ空軍輸送機墜落事故は2011年9月2日チリ空軍のカーサ C-212 中型輸送機が同国サンティアゴからロビンソン・クルーソー島へと向かう運行中に太平洋上で墜落した航空機事故である本事故で登場していた乗員乗客合わせて21人全員が死亡したテレビシオンナショナルでチリのスタッフを輸送する 最中の事故であり、犠牲者の中には司会者のフェリペ・カミロアガとジャーナリストのロベルト・ブルーセも含まれる。ロケーション・オブ・ザ・クラッシュ・サイト・オフ・チリ本機はチリ空軍第10輸送隊によって運用され、2010年のチリ地震発生後から救援活動を支援するための飛行を行ってきた。現地時間13時52分に17人の乗客と4人の乗員を乗せた本機は、 サンティアゴのアルトゥーロメリノベニテス国際空港を出発し、ロビンソンクルーソー空港へ向かっていた。悪天候と強風に進路を妨害されつつも、3時間近くかけてロビンソンクルーソー島付近に到着した。飛行場上空に到着し、着陸のためにそのまま上空を通過し、反対側からアプローチを試みた。しかし、強い横風が吹いていたためアプローチは中止され、 再度着陸を試みるために一旦上昇した。16時48分に飛行場職員は本機が低高度で大きく旋回するのを目撃した。直後、丘が隠れてしまい、再び本機を目撃することはなく、そのまま姿を見失った。本機はロビンソン・クルーソ島とサンタクララ島の間の海域に墜落し、乗員乗客全員が死亡していた。 地元の漁師や住民らが海に浮かぶ女性二人と男性一人の遺体を発見し、9月7日にはさらに4人の遺体が回収された。本事故は地理空軍としては1977年の事故に次ぐ最悪の事故となった。事故機は機体記号966のカーサ C-212-300DF 型であり、1994年に製造された。 犠牲者の一人は、チリ国営テレビの司会を務めていた、フェリペ・カミロアガであり、ブエノス・ディアス・アトドスという番組で、2010年の地震からの復興の様子をリポートするために同等を訪れようとしていた。フェリペは、ジャーナリストのロベルト・ブルーセと番組スタッフ3人を率いていた。また、事前課で起業家のフェリペ・クビジョスも、地震の被災者を支援のするために本気に登場していた。 ダウンウィンドレッグの震度で飛行場周辺を650フィートで飛行していたものの突然コントロールを失い機体が展開し高度を海抜1フィートで突然制御が失われたため航空機は展開に近い形となり高度を失い水面に衝突してしまったものと自己調査官は結論付けたありがとうございます